アンドリー・バレリオビチ・ピアトフは、ウクライナ・キロボフラード出身のサッカー選手。ウクライナ代表である、FC シャフタール・ドネツク所属。ポジションはゴールキーパー。シャフタール時代のピアトフ2002年、FC ボルスクラ・ポルタバからデビューした。2006年12月13日、約64万ポンドの遺跡金で FC シャフタール・ドネツクに移籍した。2006からシーズン後半戦は、 レンタル遺跡という形でボルスクラに止まった。2007から08シーズンには、ボフダンシュストに代わって、シャフタールのレギュラーに定着し、UEFA チャンピオンズリーグの試合では2試合を完封した。2008から09シーズンは FC、ハルキウカラルスタム・フザモフが加入し、シュスト・フザモフとのポジション争いは、熾烈を極めた。しかし、リーグ戦で、 FC リビューに0から2で敗れると、ピアトフが再びポジションを手にした。2008年10月1日、UEFA チャンピオンズリーグの FC、バルセロナ戦では競合を最後まで苦しめたが、87分以降に、リオネルメッシに2点を許して敗れた。グループ3位となって出場した UEFA カップでは、トッテナムホットスパー FC、PFC チェスカモスクワ、オリンピックマル声ユ。 FC ディナモキエフ、ベルダーブレーメン相手に9試合で6点しか許さず、ウクライナ勢として初の同大会制覇を果たした。2008から09シーズンのリーグ戦では、リーグ最小の16失点に抑えたが、ライバルのディナモキエフの優勝を許した。2009年11月1日、FC チョルノモレツオデッサ戦で、シャフタール遺跡後100試合出場を達成した。この試合では、 マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。2009から10シーズンの UEFA、ヨーロッパリーグでは、グループリーグを首位で通過したが、決勝トーナメント1回戦で準優勝することになる、フラム FC に敗れた。同シーズンのリーグ戦では移籍後2度目の優勝を、果たした。2010から11シーズンのリーグ戦では2、シーズンぶりに、リーグ最小失点に抑え、2連覇を果たした。 同シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは、アーセナル FC などを抑えて、グループリーグを首位で突破し、決勝トーナメント1回戦では、エースローマに勝利した。準々決勝では2シーズン前にも戦った FC、バルセロナと対戦したが、2試合合計1から6で、大敗した。UEFA ユーロ2012のスウェーデン戦で、プレーする。 ピアトフ U-21 ウクライナ代表としては20試合に出場し、ドミトロチグリンスキーやアルテムミレフスキーと共に出場した2006年の UEFAU-21 欧州選手権では準優勝を果たした。同年にはドイツで開催された 2006FIFA ワールドカップのメンバーに選ばれた。オレクサンドル・ショフコフスキーが全試合にフル出場したため、控えキーパーのピアトフと シュストは出場機会がなかったが、ウクライナは決勝トーナメント1回戦でスイスを下してベスト8となった。2010FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選のベラルーシ戦ではクリーンシートを達成した。クロアチア戦ではルカモドリッチの2度の決定機を防ぎ、ウクライナに勝ち点1をもたらした。ウクライナは UEFA ユーロ2012の開催国であるため、 予選を戦っていない。2011年6月6日には、フランスとの親善試合に先発出場したが、この試合で4失点して敗れると、以後は UEFA ユーロ2 0 1 2本大会のメンバー発表まで招集されることがなかった。ありがとうございます。